こんにちは、藤原です。今回はもう3月で春ということで、桜の見えるお店を5店舗まとめて紹介させていただきます。ただですね、桜が見えるようになってから撮影すると遅いなと思いまして、その時に発信しても予約も取れないし予定も埋まっていると思いますので、今回の動画の絵としてはまだ桜が咲いていない場所が多いんですが、桜が満開なのをイメージしていただけるとすごくいい動画かなと思いますので、そういう風に見ていただけると嬉しく思います。はい、こちらはですね、白金台駅からすぐの昔からあるホテルの八芳園のロビーにある1階にあるカフェになります。カフェに入るまでは少し歩くんですけども、もうすでに桜が咲いていたりとか、東京とは思えないようなこの自然が広がっておりますので、思わず写真を撮りたくなると思います。今日一番の桜の見せ所はここですってぐらいね、桜全然出てこないんですけども、はい、今回はねちょっと変わった形の動画とはなっております。で、入ってすぐ目に入る大きな窓がとても特徴的なので、ぜひこの後見てほしいんですけども、このような形になっておりまして、ちょっと画面暗いかもしれないんですけども、窓が一体になっておりまして、この席から見ると窓から結構桜が綺麗に見えるようになっております。はい、で、店内はアフタヌーンティーを楽しんでいる子供連れの家族のお客様とか、ビジネス層のビジネスとしての利用の仕方で、ここで、お話ししている方とか、まあ、10人ぐらいの集まりみたいな女子会みたいな方々とか、まあ、一人でゆっくりする方ももちろんいるみたいな形で、ホテル内カフェなので上品な使い方をしている方が多い印象ですね。なので、ちょっとガヤガヤするとかいうそういう空間ではないので、わちゃわちゃ楽しみたいよっていうのを考えている方は合わないかなと思います。で、本当にここ居心地が良くて、本当はコーヒーだけにしようかなと思ったんですけども、その居心地の良さにケーキも頼んでしまうっていうぐらい、ここは居心地がすごくいいです。どの席からも庭に向かって席が配置されているので、緩やかなカーブな湖上の感じで席が配置されておりますので、どの席からでもすごい綺麗に見えるかなと思います。一番ポイントかなと思いました。で、テラス席が空いていなくても桜とかね、庭の雰囲気見ることできるので、それはすごい嬉しいポイントだなと思ったのと、席数もすごい多いので比較的行きやすい場所でもあるかなと思いました。で、今回は結構混んでいなかったのでゆっくり過ごすことができたんですけども、桜の季節はやっぱり混み合うみたいなので予約するのが一番いいのかなと思っております。で、桜の季節はライトアップなどもあるみたいなので、そういった意味でも この時期は特別かなと思いますので、桜の時期今から予定を立てて行ってみてほしいなと思っております。で、今回はカフェ利用だけでしたけど、ランチとか曜日や時期によってはモーニングとかディナーもやっているので、ぜひね、いろんな形で行ってみるのがおすすめかなと思っております。ぜひこの辺はチェックしてみてくださいね。ここは接客とか雰囲気とか食事全部込みでとても良かったので、自信を持って、おすすめさせていただきたいなと思い、今回1店舗目で紹介させていただきました。はい、ではですね、次のお店がまた、1店舗目とはちょっと変わって結構カジュアルめな、印象の場所になります。ニルバーナというインド料理店なんですけども、ここインド料理店とは思えないような都会的な雰囲気になっております。まあ、結構インド料理ってだけでもすごい東京慣れしてる人はすごい派手だなって思う方もねいるかもしれないんですけども、まあ、ある意味こういう場所の方が行きやすいって思う方もいらっしゃると思うので、そういった点でもここおすすめです。で、もともとニューヨークにあった多くの著名人にも愛されていた人気店がここ老朽化のため、お店を閉じて次の拠点としてミッドタウン内に移転オープンしたっていう場所になっております。で、その背景を聞くと納得してしまうほど、一般的なインド料理店からすると連想するイメージと全く違うようなモダンインディアンのテーマにまとめられたお店になっております。こちらももちろんですね、先ほどと一緒で桜の季節はかなり人気があるとのことなので予約が必須かなと思っております。桜が見えるテラス席を確約のプランのご予約席もあったりするので、その辺はウェブ上で要チェックかなと思います。で、テラスでなくても店内からも大きな窓になっているので桜も全然見えるかなとは思いますが、やはり、ね、一番いいロケーションで見たいとか過ごしたいっていう気持ちは皆様あると思いますので、早めにチェックして早めに予約するのがいいかなと思います。すぐこういうの、ね、本当に埋まりますので、3月中旬ぐらいからはね、これもうどんどん桜が、咲いてくるらしいので、もうすぐですね、もう1週間2週間ちんたらしてると埋まってしまいますので、埋まってしまうし桜も枯れてしまうので、予定を立てて、大切な人とか、お一人でも楽しむ時間として、行ってみるのがいいのかなと思います。で、食事を楽しみながらね行けるって
って場所もかなりやっぱいいなと思っておりますので、こういうインド料理店で桜を見るっていうのも、僕の中ではそんなにイメージがなかったんですけど、すごく、素敵な非日常というか、今まで体験したことないような体験がねできるかなと思っております。で、今回桜の見えるカフェお店を5店舗紹介させていただいておりますが、これ結構好評だったら、第2弾もちょっと角度変えた桜バージョン、用意しようかなと思っておりますので、やってほしいとか、これをもう一回お代わり欲しいっていう人はですね、ぜひコメント欄に残していただけると、その数によってやるかやらないか決めますので、残してくれると嬉しく思います。結構本当にコメント欄を見て企画を考えたりするのも多くなっておりますので、コメント残してくれると嬉しく思います。はい、ここはですね、テラスラウンジ九段食堂というね、食堂みたいな感じで売店で買う形式なので、すごく行きやすい場所かなとも思っており、紹介させていただきます。ただ見ての通りすごく、雰囲気はとてもいいのでおすすめです。ここはお客さんの層としては8割のお客様がオフィスワーカーになっておりまして、普段は結構サラリーマンの方が多い印象ですね。で、ここはですね、ビルのフロアも昭和レトロな雰囲気が残されていて、こういう雰囲気が好きな方も割といらっしゃると思いますので、そういう点でも、こういう今っぽい場所ではなくて古き良き場所に行くっていう点でも、ここ結構おすすめかなと思っております。ここはですね、コーヒーは食堂で買ってテラス席に、持っていくって感じなんですけど、1杯コーヒー300円ぐらいで買うことできるので、かなり、コスパいいですし、ここは、割と空いているのでゆっくり、過ごすこともできます。ただですね、先ほども言いましたが、平日はビジネスマンの方がすごく多いので、あんまりうるさくしたり盛り上がったりするのは結構ね、 TPO 的に NG かなと思いました。なのでゆっくりしたければ休日の方がおすすめですし、まあ、平日利用する方はサクッと休憩したいという方におすすめかなと思ってます。で、この桜と一緒に日本武道館も見えるような形になっていて、この景色から見えるんですけど、この景色は結構絶景だなと思っていて、あんまり見たことないような絵が広がっているので、ここは東京に来た東京観光している人っていう人にも結構おすすめですし、結構綺麗なので、ここはね、おすすめしたいなと思ってます。はい、なかなかここ紹介してる人も少ないんじゃないかなとも思っておりますので、皆さんここ、要チェックかなと思っております。ぜひ今回のここも行ってみてほしいなと思います。では、次がですね、今日一番カジュアルに行きやすい場所かもしれません。アロハテーブルっていうねお店なんですけども、11時半から22時までやっておりますので、結構長く行くことができます。ここすごい接客も明るい感じで、入店からね明るい印象ではあるんですけど、明るいんですが過ごしやすいみたいな雰囲気になっておりまして、この窓際の席がやっぱりいいなと思っておりますが、この大きな、天井と大きな窓がですねすごく、特徴的でして、ここに桜がバーって出るんですけど、それがめちゃ綺麗です。大きな窓から桜並木がこう見えて広がっているっていう姿を想像していただけると、めちゃめちゃ綺麗だと思いますよね。はい、ここに桜がいると思ってくださいね。めっちゃ綺麗に見えますよね。はい、で、ここの桜を楽しみながら、ハワイ料理を、食べるっていうのが、すごいいいなと思っていて、ハワイって夏のイメージもありますが、冬よりはね、春夏に食べたくなるじゃないですか。なので、これからの時期にハワイ料理とか、そういうのもめちゃめちゃおすすめだなぁと同時に思っておりますので、この桜のシーズンに、行くっていうのも結構おすすめかなと思います。で、桜に関しては窓側だと目の前に桜並木が見えるので、座りながらも、楽しむことができます。ここもね、本当に桜が綺麗に見えるので、混み合うので、割と、早めに予約したりとか、休日の利用を考えている方は、もう今すぐ、この後、予約しちゃいましょう。っていうぐらい、早めに予約した方がいいかなと、思っております。で、ここもですね、花見が見える窓側確定プランもありますので、気になっている方はそこもチェックしていただいてご予約いただけるのが、いいのかなと思います。で、すごい接客も丁寧で過ごしやすい場所なので、カジュアルではありますがすごい心地よく過ごすことができますので、そういう点でもここはおすすめになっております。ここはいい意味でそんなにおしゃれではないので、ハワイアンな雰囲気で統一感があって、すごい親しみやすい雰囲気で居心地がいい感じなので、ゆっくりしやすいし、デートっていうよりかは仲いい友達と行くのがいいのかなとは思いますが、そういう点で結構おすすめな場所ではあります。一人でも利用しやすい、行きやすい場所ですので、そういった点でも一人の時間を過ごすのでもおすすめになってます。はい、次がですね、ここも本当におすすめな場所でして、
て、ここはね40代以上の男女の方がすごい多いっていう印象の場所なので、ゆっくり本当に過ごしたいよって方とか、若者がいる場所本当に無理だよって方はですね、ぜひここおすすめになっております。桜かけるお寺、桜かける東京タワーというような唯一無二の、ロケーションで花見をしたい方に特におすすめです。内装自体はそんなにここもめちゃめちゃおしゃれって感じでは、ないんですけども、この辺りを訪れた方には十分な休憩スペースですし、ここも桜すごく綺麗に見えますので、おすすめになっております。でここはですね、おなり門にあるカフェになっておりまして、店内も結構静かで落ち着いた雰囲気なのですごく行きやすいと思ってます。でお酒も提供していて、グループで一杯乾杯しているみたいな席もあったりとかして、まあ、こういった場所でアルコールを楽しめるのは寺カフェなのにすごい面白い楽しみ方だなと思いました。で桜に関してはこのカフェの前や囲む形で木が生えていて、特にこのテラス席から見上げる形で花見が楽しめます。はい、ここに桜があります。ここにね桜があると思ってくれるとすごく綺麗だと思います。はい、思いますよね。ここテイクアウトもすることできるので、まあ、外の、景色も眺めながら桜を楽しみながら、行くこともできます。皆さん今回結構無理やりな部分もあったと思いますが、皆さんのためを思ってこの動画を事前に作っておりますので、もう本当に行ってみてほしいと思って作ってます。行ってみてくださいね。皆さん最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながらリモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければモクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通してお客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考え、ユニはお客様と一生関わっていくサードプレイスを目指しています。現在会員募集は常に募集しているわけではなく、不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方はユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。またこの YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですのでご登録お待ちしております。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1. YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。 2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。 3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4. オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので概要欄からぜひご登録お願いいたします。